長岡城。長岡城は、越後国長岡、現、新潟県長岡市にあった、日本の城である。江戸時代初期の1616 16年に、蔵王道城に変えて、堀直よりによって築かれ、後は、越後長岡藩7万4千国、牧野家の居城として、明治を迎えた。ご格式の平城であったが、母親戦争の折に、城郭は、城下と共に消失し、 1898年以降、本丸跡地は、鉄道の停車場、現、JR 長岡駅、他は、市街地として利用されており以降はない。1954年、昭和29年、長岡駅、長岡城、本丸跡にあたるの地下道掘削工事の最中に地下4メートルのところから、長岡城類の礎石、石垣石ではないが発見された。この礎石は、 長岡市内の悠久山にある長岡市郷土資料館の石垣の一部に使用されている。資料館の建物は天守風に建てられているが、長岡城との関係はない。長岡藩の中心領域となった現在の長岡市域は、戦国時代には越後市五代長尾市、後上杉市の一族古市長美化が古市群像王の座王道場、現長岡市チベット王によって治めていた。 その古市長尾化の影信が、お立ての乱により戦死した後は、植杉家の直接支配を受けることとなる。その後1598年に、植杉氏が、道の区合図に違法すると、代わって、越後に入法した。堀修二の弟、堀信良が四万国を与えられて、蔵王道上司となるが、親寮を継いだ老いの鶴千代が1606年に創生したため、蔵王藩は大で断絶した。 さらに1610年、宗家の堀忠都氏が、家老、堀直寺、直より兄弟の内紛を収められなかった罪で、除風され、代わって、徳川家康の六男、松平忠照が越後に入法すると、座王道上もその俗領となった。1616 16年、今度は、松平忠照が、大阪の役における不始末から除風されると、6年、前の騒動の一方の元凶であった。 堀直よりが八万国をもって、蔵王に入宝した。直よりは、蔵王道場が信濃川に面して洪水に弱いことから、その南にあって、信濃川からやや離れた長岡、現長岡駅周辺に新たに築城、城下町を移して、長岡藩を立藩した。直よりは二年後の1618年には、越後村城に移され、変わって、 不代大名牧野忠明が六万二千国を持って入法する。牧野氏は堀白戸様大名の大い越後を中央部に置いて抑える役割を委ねられ、千六百二十年には一万国を加増、さらに千六百二十五年に新婚伝二千国を表高に加えて七万四千国となった。教法十三年三月十七日、百二十八年に起こった俗に、 三蔵火事と称される大火事で本丸から外極林に至る城郭すべてが全焼し、城の再建は幕府から七千両借用して行われ、法歴四年、1754年までかかった。また、天保十五年十月十四日、1844年の春時火事では、城門二つ、城兵三百二十四万が延焼している。また先日の通り水害対策が、 長岡城建設の理由であったが、洪水で城内まで浸水することが5回あった。漢文11年、1671年と、遠方2年、1674年に浸水しており、天明元年、1781年と、関西元年、1789年の洪水では2回とも、城内まで8から9尺。 単純計算で約2.4メートルから2.7メートル浸水した。このほか、文政11年11月12日、1829年12月18日の山上地震では本丸をはじめ、役所、門、塀、柵など、ほとんどが大破し、翌年の大風で、旧地破損35カ所ほどの被害を受けている。1868年、某新戦争。 北越戦争により長岡城はほぼ消失した。焼け残ったのは、本丸の旧建門橋、三階住矢倉、羊猿住の矢倉、籠部屋と二の丸の南倉、そして、千住口門だけであった。しかし、それらも、氏族の救済や坂の上小学校の教育費に充てる、ため売却された。母親戦争、北越戦争によって、長岡城が失われた後、跡地は、 遊覧女王と呼ばれ一種の公園の役目を果たしていたが、鉄道敷設の際、停車場設置の候補地となり1898年、明治31年、本丸跡の東部分に長岡駅が開業した。二の丸跡には1902年に宝田石油本社が建てられ、この頃まで二の丸内堀が残っていたが、宝田石油本社の移転後、この地を長岡市に寄付し、 長岡市公会堂が建設され、1926年、内堀はなくなった。二の丸跡は、その後、長岡市公会堂、1926年、長岡市厚生会館、1958年と移り変わり、2012年からは、長岡市役所本庁舎などを要する複合交流施設、長岡市シティホールプザーオーレ長岡となっている。このように、 長岡城の遺構は失われ、長岡城、本丸跡の史跡案内表中、長岡駅、大手口や長岡城市の石踏み、青れ、長岡となり、そして城内町、大手口など地名、名称に、面影が残るのみである。堀直よりは、長岡城の縄張りを、おびき方兜城と呼び、また、長岡城は、 信濃川と住処吉川が周囲を囲むように自然の外角を形成し、さらに城の東側の高筋より水を引いて、幾重にも堀を巡らしていたために、八文字の浮島城、とも言った。西に信濃川があり、南北と東を東山山地に源流がある。赤川、現在の柿川が三方を囲むように流れ、信濃川と合流している。 北に広大な沼であった八丁沖を天然の守りにしていた。ただし、守備側は天領であった王子屋との境にある朝日山、榎木峠を確保することが必須条件で、うしともにこの南方高地を制圧した側が城を手に、すると言われていた。長岡市市によると、木内の広さ、堀や土手については、以下の通り堀の幅は三十一軒から十四間、場所により、 公共があった。内閣と外閣の堀は土橋が架けられ、城門に通じた。本丸の一部にしか石垣はなく、他は土塁で周囲を囲んでいた。天守はなく、本丸北西の三階矢倉を代用としていた。城門は十七棟あり、大手から本丸に通じる間に、大手門、桜門、二の門、歌舞伎門、九軒門が存在した。九軒門は、 本丸正門であり、歌舞伎門は、その付属である。裏門に塩門、門、不明門、赤津の門、太古門があり、また外角に、町口門、坂口門、千住口門、高橋口門、長町口門、神田口門、白丸口門、今朝白口門が存在した。太古門見通し及び千住口門見通しは積雪を測量する場所とされた。 中心部の本丸から南西の方向に二の丸が伸び、北の方向に三の丸があった。後に三の丸には場外にあった馬場が移設され、馬術や休日の藩主への御覧が三の丸において行われていた。また三の丸は太古門見通し及び戦術口門見通しと同様に積雪を測量する場所とされ、この他に下は札前と 大う屋が積雪を測量する場所とされ、三尺、積雪すると除雪させた。あ、教法七年、千七百二十二年に隠居していた、牧野忠志達が死去すると、中達を祭神とした青柴神社が、城内に建設されるが、後に、牧野忠清により、悠久山に移転した。このほか、城内には、稲荷神社と八幡神社が創建され、八幡神社は、 戦術庁に移転した。現存するものとして、国立公文書館内閣文庫に、諸国城郭絵図越後国古市郡の内長岡城の図、小法城絵図、長岡市安全事文書に、遠方年中長岡城か図、国立国会図書館に、日本古城絵図北陸道の部越後国長岡城図、日本古城絵図北陸道の部越後国長岡の城図がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。